こんにちは、吉川愛です。軽音 YouTube お久しぶりです。今日はですね、私がよく行くお店を紹介したいと思います。私がよく行くお店、こちら。あ、こちら、こちら、あ、こちら、チーパーマーラータンさんです。チーパーマーラータンは本当に週1、週2ぐらいで、もう2年、3年ぐらいずっと通ってるんですけど、全然飽きなくて、本当におすすめのお店なので皆さんに紹介したいと思います。このお店はですね、なんといっても薬膳スープのお店でして、こんな感じ、見えるかな。麺が春雨なので、なんか野菜がこうトッピングで上に乗るんですけど、自分で選べるよって、なんとすごいことでしょう。結構冬だったら温まりたい時とか、あとはまあ本当にヘルシーなので、本当に8割方女性のお客さんばかりなんですけど、そのくらいヘルシーなので、いつでも来れちゃうぞって、夜に食べても罪悪感ないぞっていうお店です。では早速行ってきたいと思います。よいしょよいしょ、それではこちらにあるんですけど、野菜を選んでいこうと思います。ちゃんと消毒して、両手に手袋、このボウルに入れていきます。私が入れるのはほうれん草とキクラゲとマイタケとえのきと、あと水餃子、あと他に味玉トッピングができます。私は味玉を絶対、あ、チーズ忘れてた。チーズ絶対入れた方がいいです。じゃあ頼んでいきたいと思います。1番で、はい、あと味玉トッピングで、あと豚しゃぶ飯、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。こんな感じで私はいつも頼んでおります。あ、豚しゃぶ飯ちょっとおすすめなので、まあ、来てから見せます。楽しみ。そうだ、私言うの忘れてた。ここ辛さがあって、私辛さ一番にしてるんですけど、辛さ一番最初は頼んだ方がいいと思います。2ぐらいだとちょっとあってなる。私はいつも食べるときはアニメを見るか YouTube を見ています。ちょっと今はやめとこうと思うので携帯いじります。あ、 iPhone ケースグッズだよ。みんな見たいです。これがシーフォーマーラータンの
薬膳スープの春雨入ってる。とうちこれが私がこれプラスこれで豚しゃぶ飯が食べてます。ごまだれかかっててね、でネギが乗ってて、ね、本当に美味しいの。私はいつもこのセットで食べております。いただきます。ではいただきます。春雨豚しゃぶ飯食べちゃおう。お会計をします。あ、お会計ここ電子マネーとかクレジットとか現金使わないから、みんな来るとき気をつけて。以上、ありがとうございます。ごちそうさまです。カードでお願いします。ありがとうございます。ごちそうさまです。あー、美味しかった。いや、皆さんいかがでした？一人黙々と食べる姿が
映されたんではないでしょうか。皆さんもよかったらチーパオマーラータに来てみてください。もしかしたらプライベートな私がいたりするかも。そしたら話しかけてください。以上、吉川愛でした。バイバイ。 Bye-bye.